大和大学の教授の佐々木正明先生です先生どうぞよろしくお願いいたします 今日プーチン大統領ウクライナ4つの州の併合を宣言するのではないかと見られています4つの州というのはこの4つの州ということになりますご,ご覧いただきましたけれども住民投票が行われまして、まあ、ほとんどの住民がこの併合に賛成をしたという結果が出たということなんですけれども、えーまあ、その住民投票のやり方には疑問符がつきます、えー、ただ、丸田さん、まあ、ここまではもうあの想定されていた通りですけども着々とロシアはもう進めていっているなという感じですかね。 まあやっぱりクリミアの時と全く同じことが今、起こっているわけでこのまま我々があのまが動かないければクリミアの時と同じようにまあ4州もそのうちもうロシアになってでもこれ、数年ごとに繰り返しているわけですからまあゆくゆくもウクライナは完全にロシアのものにというのはロシアのまあ特にプーチン大統領の思惑はそこでしょうねねなるほど、ねえー、クリミア半島、ここにありますけどもここでも住民投票が行われて併合されたという形になりました。 そしてロシアのですね赤の広場でイベントの準備が進められているということですこのブルの大きな矢倉といいますかステージのようなものが建てられているんですけどもここにはロシア語でドネツク、ルハンシク、ザポリージャ、ヘルソンと四つの州の名前が書かれています下にはロシアですそしてこの横の部分には永遠に一つというふうに書かれていますここでおそらくプーチン大統領演説するのではないかということですでこの演説の狙いなんですけども先生によりますと プーチン大統領の支持率アップのためではないかということです。先生このあたり詳しくお願いします。はい、あのプーチン大統領はですね、戦争が始まっているのは7ヶ月になっております。戦争疲れ、そして制裁疲れ、反プーチンっていうのがじわじわと国内にも広がっている。そしてこの先ほどおっしゃいましたけれども、クリミアの併合の時にですね、一気にこう支持率が上がったんですね。うん、その成功体験があるので。 わざわざですねこの併合調印式に赤の広場でやるイベントをやる必要がないんです、はい、これをやることによって国民に、えーまあ、このドネツク、ルガンスク、えー、もしくは他の2州がロシアに帰ってきたんだよ、うん、ソ連時代の領土が戻ってきたんだよということを大々的に国内に印象づけるそれが今回の,この調印式赤の広場でやる、えー、とコンサート。えー そうですね大きなイベントの狙いだと思いますウクライナ侵攻以降ですね支持率が82%から83%をキープしていたんですけども6ポイントほど減りまして最新の調査では77%、これも十分高いなと思うんですけどもただ、支持率のアップを狙っているのではないかとということですプーチン大統領が目指すのはクリミア併合の時の熱狂さっきマルタさんからもお話ありましたけどもその当時の様子 VTR ありますのでご覧いただきます。 まあこのクリミア半島併合で一気にその国民が熱狂するでプーチン大統領の,この支持率が上がるということなんですよね先生、はい、私、この時ちょうどあ、まあ、モスクワにいたんですけども、まあ、あのこれ1回だけの赤の広場のイベントなんですがその後も祝祭感がどんどん広がってこの時の,あの支持率が上がったのは本当だと思いますね。このクリミアアといいうののはロシにに近い地域にありましたので えー、歴史的にもヨシアのとといいう意識があるんだと思いますそこで一気に支持率が上がったこの成功体験があるからこそ,あそうです、ね、今プーチン大統領の顔もありますがこの旗を持っている人もいましたし、えー、この成功体験があるからこそ今回も同じように。えー この四親帰ってきたことにイベントをわざわざやる、うん、ということだと思います。三沢さん当時クリミア半島取材されてました、ね、そうですね。だからあのクリミアで取材してたらやっぱりあの民主革命なロシアプーチン裏万歳というふうに叫ぶんですよね。<ー>すごい熱狂なんですけど、うん、ただあの時も九十七パーセントの賛成で編入が決まったんだけど、タタール人の村楽なんか行くと投票やってないわけですよ。やってない。やってない。うん。 投票なんか行かないわというかそも,そもそも声がかかってないという人もいましたし政党に行われたのかどうかも分からないし今回もその個別訪問して兵士がついてくるわけでしょそこでノーって投票できるんですかって言ったらそれは正当なやり方じゃないでしょうと。 そのクリミアの時と同じような形が今、行われているということですで。支持率の話、先ほどから出てますけどもプーチン大統領の支持がこのブルーのラインで不支持がこのオレンジのラインなんですけどもこれ2013年、2014年ですねクリミア併合の時なんですけども支持率で言いますとここ併合で一気に上がるわけですよね、これ60%ぐらいから、まあ、最高で90%近くまで上がっています。で 今なんですけども、2022年ですけども、えー、ここですよね、ウクライナ侵攻のところで、これも一気に支持率が上がって、えー、今月は77%ということで、先生、やっぱりこういったことがあると、支持率が上がるということは、もうプーチン大統領、はい、計算済みとということですかプーチン政権は、このようなあの、えー、ウクライナを侵攻すると、支持率が上げる、うん、上げさせるということをやっているのかなと思います。 2014年3月の前に2014年2月にソチ五輪があったんですねソチ五輪でも上がってないんですよ、この時もロシアの経済とか、うん、社会の疲弊ぶりがどんどん落ちてきていてそれで一気に上がったでこのように2014年3月にあったとしてもどんどん制裁づけるで下がってくるんですね、うん、そして8年後にまたウクライナを侵攻して上げさせた。 で今あの、この6か月の,このレバダセンター独立系の世論調査機関なんですけれどもこの数字も正しいかどうかは分かりません、はい、えむしろあの反プーチンというとおそらく、えーまあ、密告があったりとか、えー、もしくは、えー、職を失うとかというのもあるかもしれませんのでなかなか言いづらいただ、支持率は高いままで今回、えーそうですね、予備役招集で下がってしまったというところで一気にこれで上げようとしている。 でですすからわざわざざイベントをししようとといるんだと思いますなんかでも日本にいますとねこれ戦争して支持率が上がるというのは何だか理解できないんですけどどういうことなんでしょうね国民の感情としてやっぱり戦争遂行というのは国民の総意がないとなかなかできないということを政府はロシア政府はよく分かっているわけですよ、ねうん、ですからなんとか上げていきたいと、うん、これから戦争を続けるんだったらお金もいりますし、うん、そういったところも含めたところで。 上げていきたいというのはあるんでしょうね。あまたま日頃のなんていうんですかそのプロパガンダみたいなことでまあ国民はじゃあ行くぞというなんかそういう高揚感みたいなのもあるんですか。日本と同じ感覚ではダメだと思うんですよね。あの今先生がおっしゃった支持率上がれちゃって上げるっておっしゃったんですけど、うん、まさにその通りだと思っていて、うん、この支持率も正しいかどうかもわからないし、うん、もうこのそのウクライナの女性が始まってからまあ政争に反対する国内人はどんどん捉えられているわけですよ、ね。はいはい、もうそれ見ててもやっぱり民主的な国家ではないっていうことですよ民主的に見せかけてるけど民主的な国家 ではないだから、この数字もそうだしおそらく、まあ、あのクリミアの時もそうですけどあえて盛り上がっている様子をもう規制されたメディアで流して国内をどんどん盛り上げていくって、うん、それう作戦の一つなわけですからはい、はい、どの程度その国民の意思っていうのが反映されているのかっていうのは私たちは怪しいと思わなきゃいけないと思います,よす、ね、確かにもうメディアなんかも全部コントロールして、はい、もう国中を盛り上げようということをやっていると聞きますで、えー、それ以外でもです、ね、戦争だ、えー、広告代理店も存在と。 ということでイベントの演出、Z マークの使い方ダモイという言葉先生、この辺りもその戦闘行為以外の部分でもいろんなことをことこれは戦争国代理店というのは NHK のディレクターの高木さんという方が書いた名著の名前で、はい、これはボスニア紛争の情報操作の内幕を説明した本なんですけれども。うん どうもですねこの先ほどありましたイベントだったりとかこう Z マークの使い方、うん、えこれをアーティスティックに書いたりとかしてるのもありますし<ー>このダモイってもでのは、ね、非常にロシア人の心に響く言葉なんですね、はい、ダモイってのは暴境の念、ね、みたいな感じうん、うん、そうするとドネツク、ルガンスクの方がダモイ、ダモイっというんですよふるさとていうでこれはのシベリアの抑留者がですねあの日本に帰ってきたい意味合いとしてダモイ、ダモイっいうのを使ってたんですね。ね、はあ そういうもっと心に響くような言葉をさらに今回イベントで使ってくる、はい、あの手この手でその戦争をするということの高揚感を盛り上げているということが言えるのかもしれませんで実際に今のこのロシアなんですけどもその一方でですね部分的動員が始まり国外に脱出を図る人たちもたくさんいるということですロシアがあるんですけども陸続きでモンゴルカザフスタンそしてフィンランドなど陸続き陸路で逃げていくでその中にジョージアという国がありますロシアから 向かう人が特に多いのが先生によります。と、このジョージアという国なんですよね。これはやっぱり行きやすいというのがあるんですか、はい。あのこの4カ国出てますけど、まずあの旧ソ連諸国がこのカザフスタンとジョージアカザフスタンの国境沿いって大きな町がないんですね。はい、で、ロシア人コミュニティがジョージアにあるんです。 そとロシア語も通じやすいルーブルも交換しやすい、うん、でロシアに近いということでジョージアに殺到している背景があると思います、はいでえー、先ほどからその、まあ、ロシア国内でもう要するにその動員されたくない、えー、戦争に参加したくないという人たちが逃げているという話でしたけども動員への反発にばかり注目していると情勢を見誤りロシア軍の勢力を過小評価することになる先生、これどういうことでしょうか。こ、はい、これはですねあの西側メディアどうしてもこの 抗議でもらったりジョージア国境付近の報道が多いんですけれどもつぶさに私、ロシア国内見ていますがむしろえこのえ予備役招集に応じられる方が多いですねで愛国心であの応じて戦地に出向く報酬も高いですのでそれで送り出すまあ笑顔で送り出すわけじゃないですけども頑張っておいでというようなことのえ報じられ方もあります。つまり えこ,のえー、この半年間、です例えば、えー、制裁がロシアに効くんじゃないかとかウクライナが進撃してるんじゃないかという報道がありましたが一方でロシア国内は戦いの方を求める方が多いんですですからプーチン大統領はそれに支えられている。 今回も支持率が下がっていますがまだ半数以上60%、70%がプーチン大統領を支持しているまだまだです、ね、ファイティングポーズというかロシアは戦おうとしていますのでここであの反発ばかりを見ていますと情勢を誤ることにならないかなと私自身は危惧しております。なるほどまあ、我々どうしてもあの 期待も込めて、希望も込めて反発している人がいるなという見方をしてしまいますけれども実際のとところはそうでもない、はい、そうでもないいそうででももなないいい思ます4州の併合、そして部分的動員、今後の戦況どうなるんでしょうか戦況が読みにくい状況となり予測は難しいプーチン大統領はロシア軍立て直しのために核の脅しも使うんだと先生、そういういことですね、はい、なぜ住民投票とこの予備役召集を行ったかそれは軍の立て直しが。 メインだと思いますつまりそれには時間がかかるですから予備役招集の時の演説に核の脅しを使ったんですね、うん、核を使うということを見せるとウクライナ軍の進,、えー、進撃のスピードが弱まる可能性がある、はい、となりますとアメリカなり NATO 諸国が武器を供与することも思いとどまらせる可能性がある<ー>でドイツとかそうです、ねあのー、昔の東ヨーロッパの国を見てますと親ロ、うん、派の方々がやっぱいらっしゃるんですね。うんうん そこに私情報工作を行ってくる可能性もありますそして核の脅しをどんどん言うことによって、えー、信軍をとどまらせるそして時間稼ぎをして今度は立て直してまた対位するということが私は考えておりますまあ進行するその裏側でこういった駆け引きも行われているということです、えー、この時間は佐々木先生に解説をしていただきました先生どうもありがとうございました